現在空自で活躍中の戦闘機 F には、2035年、令和17年に退役予定という、スケジュールができています。その後継機の計画は、すでに始動しています。現実的にも、F2 がすべて退役してからでは間に合いませんから、すべてなくなる前に、次の戦闘機を用意しておかなければなりませんね。戦闘機は、お菓子じゃないのですから、1日2日でできるものではありません。戦闘機が1機もいない状態で、日本の空を守ることは絶対に不可能です。さて、F2 戦闘機は20年もせずに退役してしまうのですが、現役で活躍しているのが F15 戦闘機です。今回は F15 戦闘機について紹介していきたいと思います。この機体は近代化に向けたアップデートが行われることになっています。その内容を説明しますね。改修の進む F-15J は、航空自衛隊が誇る戦闘機です。この改修で特筆すべき、ポイントが、後述の図に描いてあるように、航空機の心臓とも称される、レーダーの交換なのです。現在使用している APG-63 レーダーでは、今から、50年も前の1970年代、昭和45年から54年に運用が始まったレイセオン社製アメリカの軍需製品会社のレーダーです。さすがに耐用年数の問題もあり、1990年代平成2年からに登場した APG-63V1 レーダーへと入れ替えを進めることになりました。新型 63V も旧型 63 もアレーアンテナ型機械式ビームスキャン方式のレーダーということは共通していたのですが、大きな差がありました。それは平均故障間隔というものの違いです。平均的な故障と間隔 MTBF は旧型は約数十時間だったのですが、新型はその10倍以上という長い時間を叩き出しました。この平均故障間隔 MTBF Mean Time Between Failures というのは、このスペルの通り、故障から次の故障への平均的な間隔を示す数字だそうです。つまり、この数字が大きければ大きいほど、故障が起きる間隔が大きいということになります。要するに、MTBF が大きい数字であるほど、故障が少ないということで、イコール信頼性が高いという証明になるようですね。上記の新型 63V と旧型 63 で例えると、旧型63に1日おきに故障が起きていたとしたら、新型 63V はその10倍の10日おきに故障が起きるということです。すごいことですよね。この MTBF はわかりやすい数字ですから、注目も集まるでしょう。アレーアンテナ型は、複数のアンテナ素子を規則的に配列したもので、ある一定の振動条件の下で、電気を供給するアンテナです。機械式ビームスキャン方式というは、その字の通り、超音速ビームを利用してスキャンを行うものです。レーダー以外にも搭載する、空対空ミサイルの変更がありました。改修後には、
日本国内生産の短距離用ミサイル AAM-5 や中距離用ミサイル AAM-4B を載せることが可能になるそうです。AAM-5、正式名称 AAM-504 式空対空誘導弾は三菱重工製で、目標物に接近すると、赤外線シーカーの画像で厳しく識別して正確に、目標物に誘導し、命中させるミサイルです。誤爆の恐れのない、有能なミサイルということですね。シーカーというのは、目標探査装置と訳されるもので、ミサイルに搭載されて目標を探査する装置を意味します。赤外線シーカーとは、赤外線を使って目標を探す装置のことですね。サイズですが、本体の直径 12.6cm、翼幅 44cm、長さ 286cm、重量は 83.9kg ですから、ミサイルとしてはミニのような感じがします。中距離用ミサイル AAM-4B、正式名称 AAM-4B-99 式空対空誘導弾 B は三菱電機製です。射程距離が約 100km と推測されますから、非常に長い中距離空対空ミサイルと思われます。 AAM-4B ミサイルは途中までは管制指令方式で誘導しますが、その後は搭載レーダーの指示によって飛行し、接近して標的に命中するということです。このミサイルに使用されているレーダーは、窒化ガリウム素子を使った AESA 方式と呼ばれるもので、自ら誘導できる距離を従来の AESA レーダー付けミサイルと比べると、約 1.4 倍まで伸ばしたそうです。簡単に言うと、撃ちっぱなしの距離が伸びたということですから、ミサイルを積んでいた破破機の安全が確保される確率が高まったということですね。この AAM-4B ミサイルのサイズは、直径 20.3cm、翼幅 80cm、長さ 366.7cm、重量 220kg とされています。このミサイルの威力と引き合わせて考えると、意外と小さいな、という感じを受けませんか。AESA は、アクティブ・エレクトロニック・エク・スカネド・アレーの頭文字を取ったものですが、実質は、アクティブ・フェーズド・アレー・レーダーと同じものです。さて、このレーダーは非常に小型の送受信素子をレーダー送受信アンテナの上に数多く並べていき、電子的にレーダービームのスキャンをする方式になっているそうです。半導体素子にはガリウムヒ素を使うのが一般的とされていますが、日本ではそれより3倍ものパワーが出せる窒化ガリウム素子を使用しています。高いパワーなのに騒音が少ないので、目標を探知する距離が伸びるそうです。敵に発見されにくいからこそ、ギリギリまで接近できるということですね。日本では、この方法は、2010年、平成22年頃から護衛艦や F2 戦闘機に採用されるようになってきたそうです。この優秀なレーダーのおかげもあって、日本の F-15J 戦闘機はアメリカ空軍の F-15C、D、
回収型戦闘機にも負けない性能を持つことになったのです。 F-15J 戦闘機は空自の主力戦闘機として8個飛行隊と飛行共同隊などに約200機が配備されています。現在は飛行隊4個、機体数88に対して JMSIP 計画ジャパンマルチステージインプルーブメントプログラム多段階能力向上計画に従って改修中ですが、新中期防衛力整備計画平成26から30年の下28機が追加されました。結果として約半数の機体が機体の能力向上と近代化を目的として改修されることになります。改修後の機体が F-15MJ と呼ばれるようですね。この機体は1機あたり約12億5000万円と考えられています。主な改修内容は下記の5項目となります。 1. APG-63 から APG-63V1 へのレーダー交換交換することで探知能力がアップし、同時に複数目標への対応が可能になる。 2. セントラルコンピュータの能力アップ演算処理能力が上がることにより記憶容量が増大する。 3. 空調システムを強化増大する、発熱量に対応する。 4. ジェネレーター発電機の能力アップ、戦闘機そのものに必要とされる電力量の増大に対応する。 5. AAM-4B と AAM-5 ミサイルの搭載可能化。ミサイル撃ちっぱなし能力だけでなく敵の電子的な妨害に対応するスキルがアップする。蒸気以外にも通信機能をアップさせるために FDL を搭載するための改修が実施されるそうです。これに改修によってデータリンクを使って戦闘状況を表示する能力も大きく向上することが期待されていますし、戦闘機自体の防衛能力を維持するためにクラシゴーグル搭載用の改修も行う予定になっています。ところで、ある人物が某国、中国、対日本の戦闘シミュレーションを公開したそうです。なんとも怪しげで、信頼性もほとんどなく、ひょっとしたら、アメリカのボーイング社が F-15 戦闘機の改造型機を売り込もうとして、作った PV じゃないかという説も取り沙汰されています。といっても内容はかなり衝撃的です。現在の F-15JDJ120機と中国の戦闘機200機での空中戦を仮定しているのですが、パイロットの経験熟練度等を無視したら空自は30数時間で全滅してしまうという結果が出たそうです。でも、もしも F-15JDJ のバージョンアップができたら逆に20数時間で中国を圧倒できるという結果も出されています。日本の危機感を煽る一方、F-15 戦闘機の性能アップ作業をアメリカ、ボーイング社ですれば中国に勝てるというメリットも突きつける。雨と鞭を使ったアメリカの宣伝ビデオじゃないかと断言してしまいそうです。いずれにしても中国の脅威というものは存在しますから、日本政府には間違いのないしっかりとした判断を下してもらいたいと切望します。